政府は各省庁がそれぞれの基準で管理してきた秘密文書について、特定秘密に該当しなくても、統一ルールの下で管理する方向で検討に入りました。各省庁は現在それぞれぞ特に否得すすべき情報を原費や費などと区しした上で管理しています しかし、どのような情報がどの区分に当たるかについては、省庁ごとにバラバラの基準で決められています。政府は、特定秘密保護法が施行される12月をめどに、特定秘密に指定されないその他の秘密文書についても、新しく作るプロジェクトチームで、各省庁統一のルールを策定する方針です。